カンターレオカリナ製作者が送ります。夢の YouTube チャンネルスタート、どうもオカリナの平本です、お世話になっておりますということで、まあ、11月に入りましたけど皆さんいかがお過ごしでしょうか。ですね、私はですねこの土日はずっと仕事してました。基本僕はですね土日と、まあ、赤い日はまあ休んだり休まなかったり、ね、基本土日はお休みなんですけども、やっぱ先生方もだいぶ回ってきたようで、先生方からドバッと注文が入ったんで、で、ね、お教室に楽器がないと始まらないじゃないですか。だから土日せっせと作らせてもらってました。でも焦って作ってればねいいよ作れないんで、まあ、そこは先生にちょっとここら辺まで伸ばしてって言って、でもやっぱり土日やって、もらっておりますということでね、本当にありがたいですよね。だからこの間ね15年やってきて通信販売の方がね最高益出ましたっていうことなんですけど、先生方もだいぶ回ってきたようですね。でまたアマゾンなんかも今日はどこだっけな、鹿児島県だっけかなの方とか、何本か送らせてもらってね本当ありがとうございます。なかなかね鹿児島とかって、お客様っていないんですけども、まあ、やっぱりこうやって YouTube 見たよとかね、YouTube 見た人の紹介でとかっていうのねあるんで本当にありがとうございます。まあ、この輪がですねどんどんどん広がっていけばいいなと思っております。ということで今日はですねいろいろご質問いただいたのでちょっとご質問答えながら、まあ、いろいろ情報を発信していきたいと思います。で第1点がですねオカリナ買ったんですけど、まあ、カンタレさんも買ったんですけど寿命ってあるんですかっていう話聞いたんですよ。で寿命って、まあ、あるかないかで言うと、まあ、あるんですよこれ、まあ後で言おうかこれね、じゃあ今日はいろいろあったんでね、はい、ちょっとねその話はまた後でじっくり深掘りします。ちょっとお待ちくださいね。昨日かな、全球先生から連絡がありましてですね、だいぶ小田先生、教室もね、稼働してきましたってことで、あと11月16日、来週の月曜日かな、に、東京で久しぶりにコンサートがあるんで、ご案内ということで、ご案内させていただきます。ですね、場所がですね、セルリアンタワー、東急ホテルということで、渋谷ですね。渋谷の西口に降りてもらって徒歩5分ということで、素敵なところでですね、11月16日にあります。14時会場で、予約が5000円で当日券が5500円になってます。で一部二部制になってましてですね、一部が15時から15時40分、二部が16時から16時40分、はい、全球オカリナのライブベートーベン生誕250周年ということで、そうなんですね、今年がねベートーベンさんのね、250周年なんですけど、やっぱりいろいろね多分イベントとか考えてたと思うんですよね、音楽業界でも。それがなかなかできなかったんですけどね、全球が間に合ったということでね、オカリナ塾なんかでもね、大工やってますからぜひよろしくお願いします。詳細は私のブログの方を見ていただければいいかなと思います。カンターレオフィシャルサイトというホームページがカンターレありますので、そこにブログがありますので、そこに貼っ付けておきますので、詳細の方とかお電話予約の仕方とかそちらを見てください。あとはですね、この間ね、指穴の位置が違くできますよって言ったら、そうなんですかって、でも私慣れちゃいましたっていう人もいますしね、いくらで移動してくれるんですかって言うんですけど、基本ね5000円で大体案内移動をやってます。もしくは1万円ですね、その、ものによってちょっと違うんですけども、プラス1万円ぐらいいただければ案内移動します。やっぱり穴を移動すると中の気流が変わるんで、単純に穴を移動するっていうわけじゃないんで、まあそのぐらいはいただいております。ただオカリナ塾の方は無料になってますんで、はい、ということでですね、ありがとうございます。メールいただいたんだよ、ね、ご紹介したいと思います。こんにちは、いつも楽しくオカリナ塾勉強させていただいてもらってますということでね、塾生の方でございます。今は通ってる教室で発表会があります。今月か、命の歌をカンターレ EX ダブル缶を使って演奏しますということでありがとうございますね。先生や友達から最近上手になったねっ
って言われ楽器のおかげとは言えないのですが密かに思ってましたということでね、まあありがとうございます。まあね、その中でも簡単にチョイスしていただけるということで、まあこちらにこう LINE でこれはいただいたんでね貼っときますけど、ありがとうございますね。前置きが長くなってしまいましたが、オカリナの注文をお願いしますということで、小田先生の動画で穴の位置を特注できると知りました。左手の小指の位置を足の上にしてください。この中指の方ね。桜のカンターレ4種ピンクお願いしますということで、これは熟成なんで案内料は0円でサービスでやらせてもらっております。ありがとうございます。ということでね、これ見ててですね、他社メーカーさんでこっちのね中指で舐めちゃった人は言ってください。1万円で、移動できますから、で、お金塾に入っていただければ無料でございます。無料っていうかサービスだね、サービス。はい、続きまして、これはですね、オカリナ塾に入ってくださる人が、その、なんていうの、オカリナ塾ではない、その、ジバのコミュニティの人にシェアをしたらしいんですよ、僕の動画をね。うん。だから、オカリナ塾にその人が入ってなければ、この人は多分、こういう、僕の動画は多分見てないと思うんですけども、本当ありがとうございます。でそういう人からちょっとメールいただきまして、平本さんという人は時代を敏感に感じ取りながら大事なことを心得ながら敏速に行動する人のようですね。これなんて言うんだろう、和法っていうのかな、なかなかです。うん、ありがとうございます。まあ、ここに載っけておきますけどね。そうなんですよ。で、もう一個、こちらもですね、オカリナ塾をやってる人にこうシェアしてもらった人が見てくださった人なんで、平本さんがオカリナの仕上げ前の調律の様子を上げてたやつね、あの調律のやつね、興味深く見ていました。一つ一つあれだけ丁寧に音を確かめながら仕上げてる様子に職人を感じましたってね。まあ、一応僕はね、あれが本職でございますんで、まあ、そう言っていただけるとね、ありがたいなと思いますよね。また中辻徹さんとして思い出酒を面白いパフォーマンスでオカリナ演奏を楽しませてくれるなど、本当この人面白いなと思いました。これだと若い人もオカリナしたくなりますね。絶妙な人だと思います。ということでありがとうございます。で、まあ、この方2人がいわゆる私のオカリナ塾に入ってくださっている人のお友達がシェアをしてくださって見てくださったということで、やっぱり輪が広がってるわけですよね。うん。それでね、カンタールでもね、1本こうコレクションに加えていただければなおいいということで、まあまあまあ、でも見ていただけるだけでいいですよね、本当に。なんか、やっぱりああいう、なんていうのかな、僕の職人の姿を見て、こう、ああって思ってくださるとね、すごく僕も嬉しくなりますよね。うん。そう、たまに言われるんですよね、平本さんってどれが素なんですかって。中辻徹さんは結構ぶっ飛んじゃってるじゃないですか。で、一応教えもね、今若手にもやってるし、かといってあえて真剣にというか、まあやってますし、あとはこういうね、無料のこう YouTube も上げてるから、どれがね本当なんですか基本的に僕こう YouTube は好きなんで、まあどれも本当かなと思いますけど、やっぱり一番やっぱ嬉しいのは、この職人の姿が、まあ素敵ですねとかって言われるのが一番かもしれないですね、もしかするとね。うん。はい、ありがとうございます。さあ、冒頭で言ったね、オカリナに寿命があるんですかっていう話ですけど、これは残念ながら寿命はあります。有限です。無限のものではございません。はい。で、じゃあ、どういうサインが出たら、まあ寿命なのかっていうと、そうですね、これから寒くなってくると特にそうなんですけども、2、3分吹いてると中高音がいきなりパツッと出なくなるんですよ。まあ、かすれちゃうっていうか、ほんと出なくなっちゃうんですよ。で、これが出ちゃうと、まあその、なんていうのかな、楽器は、まあ、お役御免ということになるんですよね。じゃあ、これなんでそういう現象が起きちゃうのかっていうと、いわゆる管楽器っていうのは、唾が入りますよね。まあ、息の中にも、やっぱり水分が含まれてるし、そもそも唾液が入っちゃうんで、そうなると、ここの中にですね、その唾液とかが、長年、
蓄積されちゃうと結晶化しちゃうんですよ。でここに置いときますね。でこの上のやつが買い替える人が持ってきたんですよ。出なくなっちゃった、まあ、この方はかなりですけどね、もう膜になっちゃってますよね、見ればわかる。で下が新品です。ですのでそれの蓄積になっちゃうんですよ。でこれが例えば何年だから短いとか何年ぐらいはいけるだろうってこれわかんないんですよ。なんでかっていうとその使ってる頻度もあるんですけども、やはり唾を割と過剰に出ちゃう人がいるんですよ。あるいは唾の質ですね、粘着質なのかサラッとした唾なのかっていう、そのやっぱり個人差があるんで、例えば何年は持ちますよってのが言えないんですよね。なのでまあ有限であるということですね。でただこれを伸ばす方法はあるんですよ。やっぱりせっかく買ってもらったわけですから長く使ってもらいたいわけですよね、やっぱり職人としては。でですので今日は長く延命っていうかね、長く使っていただける方法をお教えします。それはさっき言ったように結露現象なんですよ。要は結露現象ということは、結露現象って冬起きるじゃないですか。外外界が冷たくて中暖房やっちゃうとその温度差で結露なっちゃうじゃないですかね。ですから今二重サッシとかって言って外と中のねこう隙間があるからあんまりこう結露しないよなんていうのはあると思うんですけど、それと同じことなんですよ。ということはどういうことかっていうと、冬場これからもっと寒くなるときにこう持ちますね。持ったときに自分の手よりも冷てなって感じたら拭かないでください。でもともと手って体温で言うと30、まあ普通36度とか36度5分ぐらいが普通の体温ですけど、それよりも末端なんで、手のひらっていうのはそこまで温度ないんですよ。でもその温度がない時こう触った時に冷たいなと思ったら少し温めてください。まあ2、3分でいいと思います。そうすると結露現象っていうのがだいぶ緩和されます。そうすると結露現象が起きにくくなるので、長く使っていただける。これがまず第一のポイントで、第二のポイントがこうやって吹きますよね。はい、終わったって言ってすぐしまわない、すぐしまわない。なぜかっていうと特にうちの楽器っていうのは表面に塗料してないので、ここから蒸発するんですね、息が。唾とか、唾液とかが。で、これ皆さんね、管楽器やられてた方だったらわかるんですけど、僕もトロンボーン少しやってたんですけど、唾抜きっていうのがあるんですよ。トロンボーンだとこうやって、ここの先にあるんですよ。うん。ですから、結構ね、桶でね、桶のステージ行くと、結構、汚いんですよね。もう、プー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 やってるからね。だから弦楽器は綺麗なんだけどね、なんかね。うん。でも、オカリナっていうのは、唾抜きは基本的に必要ないです。うん。なぜかっていうと、出ちゃうから。だから、出るまで、そうですね、吹き終わったら3分ぐらい、落ちないところにきちっと、置いといてよ。壊しちゃったらこれ元も子もないんで、一応ね安全なとこに置いといて3分ぐらいすれば多分蒸発すると思います。でそこでしまう、うん、そうしていただけるとね、長く使っていただけるかなと思います。2点ですから、持って冷たい時はすぐ拭かない、うん、少しこう温めてから 2,3 分温めてから拭くといいです。それともう1個、拭き終わったらすぐしまわない、蒸発を待ってからしまう、ね、この2点をですねやっていただければいいかなと思っております。今後オカリナ塾で何やりますかっていうのも、リクト先生中心に見せますんで、ぜひこの後のご動画見てくださいということでね、いろいろですね、オカリナためになることをこの予備校編ではやっていきたいと思っております。また私のね最初のアニロリいかがだったでしょうか。私はですねオカリナ目線でちょっと講義打ちたいと思いますんで、まだ入ってないよという方ぜひ入ってください。通信販売はですね、Amazon、ベース、ヤマト便、もう全部ですね、私が検品して、私がステージで使えないのは送りません。うん。それが100人、ね、送って100人満足するかどうかはわからないけど、僕が使えないものは送ってない。それは間違いないから。でまあでも、結構みんなね、星5つとかね、評判いいんでね、ぜひ、
ね、実物見ないとさ買えないよって楽器思うかもしれないけど、僕ちゃんと思想 CD までつけて送ってますんで、まあ、大丈夫だと思います。あとは分かんなかったら僕の無料のね吹き方講座っていうのあるから見てください。あとは、ぜひお金の塾入ってください。ぜひ、通信販売ね、また最高益更新したいと思いますんでよろしくお願いします。じゃあこの後動画ちょっと見てくださいということで、またですね、バイ。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。